どうも、アメキャッツです。突然ですが、皆様、映画を見て号泣したことありますか？今回は今上映中の旅猫リポートという映画を見てきたよっていうお話です。アメキャッツ家夫婦は二人で映画を見るという機会は少ない方で、年に2、3回一緒に見るくらいだったんですよ。というのも、私と弟では見る映画の趣味が全然違うんですよね。私はどちらかというと穏やかなストーリーを好みますが、弟は激しい戦争映画やゾンビとかが出てくるようなのを見たい人。だから、映画を見に行こうかなって思っても、結局別々の映画を見ることになってたんですよね。ところが、どちらかが50歳を過ぎると、夫婦50割引っていうのがあって、夫婦で同じ映画を見ると割引価格で見ることができるようになったんです。これって大きいんですよ。まあ、それでも年に、2、3回ですけどね。ということで、先日弟の出張に付き合って茨城県つくば市へ行った帰りに、ふと映画館に寄ってみると、旅猫リポートという映画が上映中だったので、嫌がる弟を無理やり説得し、一緒に見てきたんです。この映画については何もリサーチしていなかったんですが、猫が出てくるということと、主役の福士蒼汰くんが素敵だということで、全く私の主観だけで見ることにしたんですよ。ネタバレになるので詳しくは言えませんが、公開されているストーリーは、野良猫だったナナが交通事故に遭ってしまい、猫好きの人のいい青年福士蒼汰くん演じるサトルに救われます。その後、数年間、ナナは家猫として、サトルと仲良く暮らしてきましたが、ある事情から、サトルはナナを手放す決意を固めます。そして、新たな飼い主を見つけるため、サトルは親友や初恋の相手などを訪ねる旅に出る、という人間と猫の永遠の絆の物語です。とても感動する映画でした。この映画、少なくても4回は泣けます。私は8回くらい、スクリーンが見えなくなるほど涙が溢れてしまいました。最後は隣で弟が号泣していたにはちょっと引きましたけど、本当に猫好きには涙腺崩壊注意です。帰りの車の中ではずっと映画の話で盛り上がりましたが、一方では早くココとスズの顔を見たい、帰りたいよーという気持ちになりました。そしてこの映画を見た後、今までより猫の気持ちや言いたいことなど、なんとなーくわかるようになった気がします。猫って不思議な動物ですよね。ではまた。動画を気に入ってくださったら、ぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。